お疲れ様スロットです。今日ですね、使って楽しいこちらの、カラフルデッキやっていこうと思います。というわけで、見た目はね、赤色だったり緑黄色にピンク白紫と、非常に可愛らしいんですけども、やってることはマジエグいよねと。エリポンミラーでレイジでさらにマシマシエリクサー貯めて、最後フェニックス大量発生という戦術となっております。早速ね、見た方が早いと思うので、やっていこうかなと。もうすぐ展開にも行けますので、はい、あとこのリーグ上がってラスト1リーグかなって感じなので、ちょっと展開の方も目指しつつね、やっていきましょう。よろしく。でマジこのデッキはね、本当に見た目はすごいね可愛いんですけど、えぐいです。想像以上にしてることはね。さあ今回相手はライトニングウッド、ロイジャイが濃厚かな。他だったらエリジャイとかもあるけど、スケウッドライトだとね、ちょっとエリジャイ要素は薄いかなっていう。さあ相手がライト打ってきたので、そこにはね、もちろん2周目リポンですよ。で何が強いって、ここのね、これも強いんだよね、カード回しの。よいしょ。でエリポンも回るよと。さあさすがにここはね、ゴーストも受けれるんで、こんな感じで受けてあげて。チャンピオンはミラーできません。はい。で相手のゴーストのレベル可愛いですね。ああ、でもこれはね、マジで。いやさすがにエリポン置きたいっすね。リポンいて。フェニックスいれば守れるんで、大体ライトニング使ったんで、もう一回エリポンいっちゃう。さあ来たらフェニックスゴブリンで気合の耐えすかね。よし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 。でさあレイジを添えてあげて、マジこれをねひたすらやっていきます。2倍タイム入るまでね。入ったらマジでもう俺のターン、一生攻めます。フェニフェニレイジフリーズヒースピーフェニフェニみたいな、はい、押するって感じですね。これマジで横と巻き込まれるの嫌だな。ちょっと高めに置いたらライトニング入らないみたいなのもないかな。うーい、さあライト削りが来てる。いやこんなのいいんすよ、ライト削りとかやるよって。でマジで攻めたいんですけど、一旦もう一回だけリポン化してマジでいやさすがにもうやばいかなっていう気がするので、一旦フェニフェニで形を整えていこうと思います。よいしょ、よいしょ。さあマジでこっからやることは犯罪で、しっかり固まると全てを無効にできるよと。でライトニングとかも来るのかな、わかんない。でもレイジでね、さらにぶっ破して卵がねやっぱよみがえるんですよ。でマジでうおー、キキキマシ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 レイジーっていう。で、ここになんかね、体育とか来ても、即フリーズ打ってあげて。はい。最強です。えぐくね？いや、しかもこれ2倍速とかないですからね、最後の。タワーも、キングか。キングもマジで3秒ぐらいで、秒とかしするよっていうのが、このね、レイジフリーズですね。そう、序盤にエリポン食べて、もう最後はフェニックス。マジなんかフェニックスレイジが強すぎて、すぐフェニックス復活するし、てかエリポンドも強いんですよね。エリポンの回収量も増えるから、なんかマジこのエリポンレイジシステムがバグっすね。ちょっとエリポンミラーしたかったけど、ちょっと守ります。はい、なんだか今の間にね、レイジでカード回しもしてエリクサーも貯めれるよと。これめっちゃいいんじゃない。頑張れ頑張れ頑張れ、マジ頑張れ。いやーめっちゃいい、マジめっちゃいい。いや、痛いな、でも。さあ、ちょっと痛いけど。もう行きたくなるけどね、フェニフェニ。我慢でさえ。我慢すると、いいことがあります。はい。からの、もう一回置きたいですね。相手の駅ちょっとわかんないんで、あんまなんかやるのむずいですけどね。はい。おーい。え？餌じゃん。餌じゃんとか言っちゃって。まさかのなんか、文句つけられたらやばいね、でも。気づいた。
そう反射して、おい、まあこんなのはもうほんと適当に、てかあえてこれもう終わりじゃね、早めに終わらしちゃっていいっすか、じゃ、いや残ってほしいなこれ、いや本当はねもっとこう貯めたいんですけど、さすがにあのもう相手守れないと思うんで、これ早いよゴブリンマジでうーん、よいしょ、いや気持ちいいっすね、はいはい、でこの2コースしっかりレイジ打ってあげてね、やってることマジでエリゴルよりもなんか極悪というか、レイジゴブリンですら強いと、はい、フリーズも添えてあげて、まあ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 、相手が今回ねスパーキーなんで、まあちょっと相性が良すぎるのもあるかもしれんが、いやマジでこれマジ楽しい、ガチでやばいっすよ、なんかやみつきになるっすね、なんか当たり目とかタラタラしてんじゃねえよかぐらい、もう一回食べたらね、もうまた食べたい、またやりたいっつって、はい、幸せになれます、これも強いです、実質所定リポン、さあ来ましたラバー、まあラバーはまあフェニフェニで防衛フリーズとかしとけばまあなんとかなるんちゃうのっていう話、まあ低めから入ってまあ防衛フリーズしたいね、あーそういう感じか、よいしょ、いやー強い、さあえなんかこれもう終わりそうじゃね、お相手さん一旦レイジしてみようぜ、ファイブなんか使っちゃってパッキーン、いやマジでここでもうぶっぱするだけで折れるんですよ、でも足りないそんなんじゃ、俺はもっとエグさがね、エゴが必要、エゴがもっと上へ、もっと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 上の世界へ、はい、いやこれ早いんですよね回転、これ相手でもあれか諦めたかな、一応ちょっと置いときたい、諦めましたねさすがに、うん、おいいた、というわけで、いやマジで攻めも防衛も全てフェニックスで完結するのがこのデッキですね、だからここ最近ねエリゴレとか、まあ、ゴレとかいろいろあるんですよね、フェニックス入り、まあ、文句入ってたりとかあるんですけど、いらない、盾がいらない、フェニモンレイジで完結します、あとフリーズなのがいいですね、相手の奥底のなんだなんか固めてね、ウィザードとかニックルとか出てもすぐ固めてブッパで押し切れる、まあ文句の反射もあるんですけど、このフリーズがやっぱね僕好きなんでね、最後の最後にこうスーパー大逆転みたいなこともあるんでね、さあこれちょっとマジ打ち来たんで一旦守りの構えしてエリポンミラーができる準備をして、はい、あまあ一旦守るか、一本来たいんですけど、うん、さあこの橋前ペッカがワンチャン来ますね、まあ来たらどうやって守るかっていうと五分五分、あ人力だちょっと違うな、あヒースプ飛んでくるの熱い、あもうマジでいやめちゃんこいいマジアチャだなってな思うじゃないですか、攻めすぎのマジアチャになるんですよこれで、はい、あなたは橋前マジアチャをしたことによって
タオ1個失います。はい、っていうのがマジでいいそうっすね。でしかもファイアボも使ってくれて、エリポンタダで置いていいよっていうもんじゃないですか。さあちょっと危なかったですけども、相手のねやりすぎた攻めをしっかり逮捕しちゃうぞ。はい、エリポン来ます。ファイボ使った後なんでね、ここマジ置き毒っすね。ね、なんか来ても、まあ、モンクフェニックス、ゴブリン、あとはフリーズ、レイジ、何でも守れます。よいしょ、もう文句置いてあげようぜ。さあ反射して、いやマジ強っ。さあこういうのもね、フリーズして無理やり突破しちゃうみたいな、あのマジアチとかもね。はい、でフェニックスをさらにおかわりして、レイジもおかわりして、タルなんて使ったらもうまたゴブリン来ちゃうよ。無限ラッシュですね。えぐくないこのデッキ。マジでね強いしめちゃ好き俺の肌に合いすぎててやばい。さあここあともう一勝か、これ あと一勝っすね。あと一勝すると、まああと神々の挑戦から展開の道だけになるんで、いやもうすぐっすね。いやマジこのデッキ好きなんだよな、多分なんか今まで出会ってきていろんなデッキを好きになるっすけど、まあ好きなデッキあるっすけど、やっぱマジアチオールブレイカーとか、まあそれこそメガナイトとか、まあ、まあフリーズ系統ですね。全般何でも好きっすけど、めっちゃ好きっすねこれ本当に。トップレベルに。さあレイジで許容してリポンいていく。でしっかり反射でダメージも稼いでいく。てかいた、ゴブリンギャングレイジ防衛しても1000近く受けちゃうんですね。いや持ってねーこの防衛。いやーいい攻めだな相手の今の。めちゃくちゃ綺麗な防衛されちゃったな。ちょっと稼ぎます。これでロッキー打たれる前に1個貯めちゃってほしい。ロッキー相手打たないっすね。これでも結構ダメージ受けてますけど勝ちっすよマジ、ぶっちゃけ。だってエリポンが溜まってるもん。マジエリポンゲーなんだね。相手は多分ねトルネガルと思ってんのかな。いやーあのプリンだけマジやってほしい、お願い。うわーしっかり延命すんじゃん。まあさすがにさあ、まあでもそろそろ戦っていかなきゃ僕もやばくなってきますね。うん、やべ内側や、うわうまい。はい戦います。マジャーのインフは適当です。で蘇ってレイジでマジで気づけばフィーバーが訪れる。このゴブリン追加もね結構強いんですよね。はい来たー。前半は飾りです。しっかりフリーズまでねいけるよと。いやマジ結局な、結局これだけいいかんな。なんか全て完結しちゃうっすよね。さあ神々の挑戦3、いやワールドカード熱いね。さあラスト1ゲージ、マジでほぼまあサンクラというか、まあサンクラいけるぐらいの
余裕勝ちっすね。余裕勝ちっていうんだろう、なんだよ、まあ勝つときはやっぱバニーフェニックスが大量にいるよねっていう。さあリポン回して、このゴブヒースピレージで絶対回せる、あ回せなかった、回せないパターン来た。さあエリポン起きるか起きないか結構でかいんですけど、最初のまあ起きなかったら起きなかったで守りますか。まあワンチャン着衣ぐらいが来てくれる。あーうわーめんどくせえこういうの。さあちょっと0時にこっそりひょっこり半エリポン、神のヒースピ、あー完封。プロリーグの時に練習したよ、1コスでスケバレ落下以外完封できませんでした。さあでこれは相手ヤナメだけなので、さすがにもう一回リポイントいい気がすんな。気合で耐えたいですねこれ。防衛フリーズしていいな、コウモリに。待て、これ落下でいかれんの美味しいな。うん、やめて。おー、美味しい、美味しい、美味しい、マジで美味しい。さあ、レイジでカード回して。まあ、固まるけど、相手ヤマメしかなさそうなんで。ええやろ。うん、渋い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 、マジで渋すぎる。なんだあのフェニックス出せばよかった。よし、まあ俺のターンなんで、今からなんだね。はい、時は来た、解放の時。はい、強いって。マジ、キョスケの木がやべえ。え、なんかやべえな、ちょっと。なんかめっちゃね、あれ気のせい。勝ちます。え、ちょっと待って、え、まさかのボコボコにされちゃうっていう、そんなことある？いや今のこの連勝の流れで最悪ダッシュばかりしてた。まさかのか、いやザッピー、いやまあクローンがあのさてはこのデッキ怪しい。んー、なんかザッピークローンエグかったっすね。全部残ってたな。ウッド系がないのでそういうこともあるよと。さ、学びっすね。確かに、なんか文句で相手のそのね遠距離系は跳ね返せるんですけど、全部吹き矢とかプリンとか。クローンか、呪文なくて遠距離はなんとかなると思ってたけど、まさかのクローン来ちゃったっすね。いや悔しい、何もできなかった、本当にびっくりするぐらい何もできなかった。さあまあここはおとなしくエリポン置いて、さっきのあのクローンの負けをね晴らしたいと思います。ここでいけ、一発、えい、落下だね。まあさすがにここ来てもダックプリとかなったら抑えれるし、よいしょ。さあハンターの反射で相手のダックプリがいかれるっていう。よいしょ。うん、
まあ悪くはないですね。これ回るかな、エリポン。ああ回んねえか、全然回んねえかった。うん、マジノックバック、いやー強い。いやこれマジレイジーヒースピー行ってもいいぐらいですけどね。一瞬待っちゃおう。さあ全部跳ね返す。いやー偉っあの子。いやこれ相手の呪文がさ、ライトなのかな、ファイブなのかなって思いながらエリポン行く。さあライトでした。まあライトだからなんだよって話ではある。俺はフェニックスがある。文句の防衛マジで強いかな。あー反射が、今のやり直したいな。これはなんか気づいたらえぐめのカウンターの形が。しっかりおかわりいきたいね。はい、レイジだったらハンターなんて2秒で突破しちゃうよ。パッキーって。そしておかえり。いや冷静に強いんだよな、マジ。クローンぐらいっすね。なんか多分特殊なのにきつくなっちゃうのかなっていう感じっすよね。さあマジ決まるとでもバカ気持ちいいな。もうなんか連打するだけ。フリーズレイジフェニックスフェニックスヒスピイギギゴブリンゴブリンゴブリンみたいな。出たイカレスタンプ、新しいやつ。マジでやべえなあの顔。どうやったらそんなぐっちゃぐちゃになるんや。ラムライダーのね、ちょっと可愛いっすけどね。さあリポン置いてくか。あれ煽り性能マジ高いっすよね。まあ負けてないんで全然なんとも思わないんですけど、一本折られたらマジ発狂しそうだなあれ。大人の対応。大人の対応やりすぎ、もしかして、もしかしてやりすぎですかね。お兄さん、さすがにやりすぎたか。やべっかこれ。いやそんなことはない、俺の判断は正しかったと思います。じゃねえと、あのラムライダーのあの変なスタンドが飛んできちゃう。私は間違っていなかったみたいだな。ほらやば。マジで
本当に勝てちまったわ。さあ、というわけでこちらのねエリポン外役カラフルデッキ、皆さんもぜひやってみてください。いや、めっちゃ好きです僕は。本当に過去一争うんじゃないかなっていうぐらい気に入ってるんで、ぜひちょっと皆さんもね味わってみてください。というわけで、よければチャンネル登録もお願いします。お疲れ様でした。またね。